ニジニベスチャフは、ロシア連邦の左派共和国、ヤクーツクの対岸に位置する町である。レナ川の右岸、ヤクーツクの対岸に位置する。レナ川を越える橋はないため、対岸のヤクーツクとは夏は、フェリーや高速客船、冬は凍って通行可能になった川で結ばれている。輸送学校が設置され、鉄道の車両や設備、道路施設の管理や修繕を学ぶことができる。 中央通り左、マガダン右、スコボロディの直進、アムガタイワンは、ヤクーツクアムールヤクーツク鉄道の建設における、一つの到達点である。ただし駅は10キロほど、南東の村にある。2015年に営業開始予定。最終的には、鉄道道路併用橋でレナ川を越える予定である。またマガダンまで鉄道を延伸する計画も存在する。 アムールやクーツク道路の終着点であり、マガダンまで結ぶコリマ道路の起点である。また、イルクーツク地域につながる、ビリー道路、アムガと結ぶアムガ道路なども建設中である。このように交通の要衝であり、これらすべてが開通した暁には都市へ昇格する予定である。ニジニベスチャフ、サハ共和国、2014年10月30日閲覧、ありがとうございます。